どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。今日はですねちょっと趣向の違った動画を撮ろうかなと思ってるんですけれども、僕ですね、いつもおもちゃ買ったりなんだりってしているんですが、そんな中でやっぱり食玩をよくね買いに行ったりとか見たりとかしてるんですね。でやっぱりね僕まだそんなにおもちゃとか買い始めて期間が長いわけじゃないので、ちょっと道とか歩いてて知らないスーパーとかあったら一旦中に入ってみて、どんな食があるかなって見るようにしてるんですね。そんな中で昨日ね、チーク菓子を見つけたんですよ。チーク菓子の動画とかよくね上げてらっしゃる方いるじゃないですか。とりあえずチーク菓子ちょっと買ってみたいなって好奇心が湧いたんですよ。だけどやっぱりチーク菓子ただ単に普通に言われた通り作ってもしょうがないので、チーク菓子いろいろ種類あるんだけど、そんな中で中で形を形成するチーク菓子をちょっと選んで買ってみて、それでちょっとこのですねここにいますジョン、このジョンを作ってみたいなと思います。というわけで買ってきたのはこちらでございます。作って食べようポッピンクッキンハンバーガーってやつなんですけど、これ要はね水とかで中にある粉とか溶いて形を作ると、こうやってハンバーガーが最終的にねハンバーガーのセットを作ることができるっていうやつなんですけれども、こちらをですね3つ買ってまいりましたので、この3つの材料を使ってこのジョンのお菓子を作っていきたいと思います。とりあえず開けてみようかね。裏にねいろいろハンバーガーセットを作る場合の作り方みたいなの書いてあるんですけど、一応これをね参考にパーツとかを形成できたらななんて思ってるんですけれども、中身を開けて中どうどんほうほうほう、あはいはいはい、あなるほどね、こうやってトレイがいろいろあってここに粉入れて水入れていろいろ作っていくって感じですね。僕もねチーク菓子なんてほぼほぼ作ったことないですよ。昔子供の頃ねるねるねるね作ったぐらいだからどんなもんかわかんないですけどね、とりあえずやっていきたいと思います。というわけでとりあえず3つ分開けてみました。で見たところハンバーガーを作る上で、このやっぱりね肉、このバンズとこのパンですね。でこれのジョンのねジョンのよ色の濃いところ、色の濃いところとこの白いところがあるので、このハンバーグのところがやっぱここだよね、この色の濃いところで、このパンのところバンズのところがこの白いところみたいな感じでできればいいかなって思ってます。ちょっとこの赤はねちょっと難しいかなと思うので、この胸のやつはちょっと作れそうなら作るって感じかな、ちょっと難しいかもしれないけど、基本的にはこの毛並みのボディのところをねこいつで作ろうかなと思っております。あれなんか水多かったかな、水2杯って書いてあったから2杯でやったんだけどね、なんか明らかに、あそうか、この緩い状態で電子レンジで温めんだ。あじゃああれじゃん、難しくない？あ犬の方に入れてやるんじゃやんないといけないのか。ほうこれはちょっとレベルの高い行為を求められるぞ。あじゃあさあれだな、電子レンジが約40秒って書いてあるんで、なんかさ15秒ぐらいやってちょっと形を整えてみたいなことやった方がいいかもしれない。よしよし、ちょっと電子レンジでやるだけやってみよう。はい、というわけで完全に失敗しました。いやもうねあれですわ、僕が選んだチーク菓子が悪かったわ、どう考えても。形を形成することに向いてないチーク菓子を買ってしまいました。いやなので絶対リベンジしますので、ちゃんとしたねジョンと、できればサメジロウもおいおい作りたいけど、この2匹のチーク菓子のお菓子を作ってみたいと思いますので、また動画作りたいと思います。最後ねせっかくなんでねもうぐっちゃぐちゃだけどとりあえず食べてみよう。まずくないこれ。